このビデオは Archicad で強化されたコンテンツと図面の保存をご紹介します。Archicad の以前のバージョンでは図面の限られた領域だけが全てのビューまたは図面に表示されていましたが、非表示部分もバックグラウンドに残されていました。このような非表示の図面をビューやレイアウトに配置するとファイルサイズが増加し、ファイルを開くときや保存するとき、もしくは自動保存するときに パフォーマンスがが低下すす。る可能性がありますそこでアーキ c a d はこうしたビューと図面を最適化された方法で処理し見える部分だけを保存するようにしました例を見てみましょうレイアウト上の図面を選択してその設定ダイアログを開きます枠タブの枠の動作から手動でサイズ変更された枠を選択した場合図面をフレームまでクロップチェックボックスが表示されます このチェックボックスを使用すると図面の表示部分のみを保存できます。クロッピングによって2つの基本的な図面の更新タイプを区別します。1つは自動、もう1つは手動です。図面の更新タイプが自動でフレームチェックボックスでクロップ図面を有効にすると情報アイコンが隣に表示されます。これはフレームの外側の図面コンテンツが現在トリミングされていること、および 図面のクロップを解除して更新すると、トリミングされた領域のコンテンツを復元できることを通知します。レイアウト上の図面を見てみましょう。ご覧の通り、フレームの破線が点線に変わり、このビューがトリミングされたコンテンツで表示されていることを視覚的に示しています。例えば、図面枠を調整コマンドを使用して修正した場合、図面の選択を解除すると、自動的に新しく修正されたフレームに更新されます。 これが手動更新タイプの場合、どのように機能するか見てみましょう。図面設定ダイアログをもう一度開き、手動オプションを選択します。情報アイコンの代わりにフレームの図面をフレームまでクロップのチェックを外すと警告が表示され、それをクリックすると警告内容を確認することができます。この警告は選択した図面に対して自動更新がオフになっていることを通知します。 トリミングした領域を復元するには、図面も更新する必要があります。それがレイアウト上にどのように表示されるのか見てみましょう。フレームを移動すると、フレームの下の領域は空のままです。本テキストメニューから更新を有効にすると、図面はフレームに合わせられますが、フレームによって隠されているコンテンツもプロジェクトに戻ります。次に、設定ダイアログで図面をフレームまでクロップ、 チェックボックスを有効にします。自動更新がオフになっているという警告が表示されます。現在のフレームの外側の領域は切り取られ、図面を更新した後にのみ復元できます。実際に見てみましょう。フレームの端を移動します。更新の種類が手動に設定されている場合、フレームを修正すると、図面にフレーム更新オプションが表示されます。 このボタンをクリックしてフレームに図面を更新します。図面の元の内容が変更されたフレームよりも大きい場合は全て更新オプションも表示されます。このオプションをクリックするとフレーム全体の外側の領域が更新されプロジェクト内の図面全体が保存されます。複数の図面を同時に選択しコンテキストメニューを右クリックして図面をフレームまでクロップコマンドを有効にすることができます。 また、すでにトリミングされている図面を選択した場合は、図面のクロップを解除を使用してリセットすることもできます。トリミングされた図面とトリミングされていない図面を同時に選択すると、両方のコマンドが使用可能になります。ドキュメントの下で図面メニューと同様に、図面をフレームまでクロップ、図面のクロップを解除コマンドが使用可能になります。クロップステータスが図面マネージャーに追加されました。 列の上部を右クリックしてチェックボックスを有効にするには更新タイププロパティに切り替えることをお勧めします。次に2つの列を隣同士にドラッグドロップで配置します。これにより図面の更新タイプと切り取り状態を簡単に制御できます。トリミング機能はコンテキストメニューを右クリックして選択した図面の図面マネージャーでも使用できます。選択されている図面の更新タイプが 自動化・手動化にかかわらずコマンドを実行することができます。手動更新の場合トリミングすると警告が表示されます。コマンドを実行するには全てをフレームまでクロップを選択します。クロップを解除すると設定ボックスの情報ダイアログが表示されます。この機能の操作に慣れている場合は今後このダイアログを表示しないチェックボックスをオンにします。 埋め込み画面で図面をフレームまでクロップを選択すると図面をそのリソースに再リンクした後でのみ切り取り領域が保存されることを示す警告が表示されます。このため埋め込み図面を切り取るときは注意してください。図面の切り取りを解除する場合はフレームの外側の部分を更新するために図面を再リンクする必要があります。図面をフレームまでクロップと図面のクロップを解除コマンドは ナビゲーターレイアウトマップの要素でも使用することができます。レイアウトブックの一番上の要素を選択すると、レイアウトブック全体、または選択したサブセット、その中のすべての図面に対してコマンドを実行できます。図面をフレームまでクロップ、図面のクロップを解除、更新コマンドは、ロックされたレイヤー上の図面及び図面にも使用できます。図面の切り取られた部分を保持したい場合は、 これまでのアーキカドのバージョンと同様、切り取り前の図面に戻ることができます。ただし、その場合はファイルサイズが大きくなり、移動や保存のパフォーマンスが低下することがあることにご注意ください。